やったか。シド、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だ。これは。なぜ書物が。ドリス、見覚えがあるのか？ええ、間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか、彼はこの魔獣と戦っていた。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック、もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。チャドウィック、今度は私が守るから。ずっとあの子の面倒を見ていたのか？はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。救うことができて本当によかった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る、私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のこと。はい。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。私たちはベアラーの身でありながら教育を受けました。全ては彼女の使いやすい道具になるために。ですが、様々なことを学ぶにつれてこの世界に疑問を抱くようになったのです。そして私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あの後彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず私と同じだったようですね。彼もまた自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ、ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように、私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。